ンダの作り方。使用するバルーンはこちら。360白を膨らませます。260黒を膨らませ、連結します。360白で9センチのバブルを2つ作り、ひねり合わせます。260黒で4センチのバブルを2つ作ります。両方の風船の空気を先の方に送って紐状にし、ひねり合わせてください。260黒で6センチのバブルを4つ作り、元の位置に絡めます。9センチのバブルを作り、足の2つのバブルの間に引っ掛けます。9センチのバブルを作り、元の位置に絡めてください。両方の風船をしぼませます。顔を描いてください。これで完成です。お疲れ様でした。